はい、こんばんは。今回はですね、レア召喚、召喚祭り、千客万来ですね。例のガチャフェスですね。こちらをやっていきたいと思います。フェスゲームが出るのはこのガチャだけです。では早速やっていきましょう。まず初回10連ですね、やっていきましょう。いきますよ。よし。はい、うん、あら、怪しいな。またこれは、うん、 S レアはよく出るんですけど、あ、またかぶっちゃいましたね。あら、かぶりが多かったですね。 SR のかぶりが多かったです。まあ、続きまして、そうですね、ガチャチケいきましょうですね。召喚チケット使いましょう。ノーマルの方いきましょうね。よいしょ、いきます。11回いけます。よいしょ、いやー、ダメだな。もう一回ですね。よいしょ、化粧炉がやっぱり出やすいですね。化粧炉はプラス10にしちゃってるんで売っちゃいますね。よいしょ、3回目ですね。よいしょ、なかなかフェスゲームは来ないですよね。そうは甘くないですね。よいしょ、8枚ですね。よし、よっ、頼む。これ覇気使いでしたね。水の覇気使いです。よいしょ、でもちゃんと SR は出るみたいですね。よいしょ、よし、いやー、なかなか当たんない。よいしょ、これチケットは上の方投げられるのかな。よいしょ、ちょっと試してみましょうかね。はい、残り5枚です。よいしょ、あ、でも高く投げられますね。あ、これはエンプーサですね。修正中になってますけど、エンプーサです。残り4回です。よっ、あ、高く投げられましたね。あ、またかぶっちゃいましたね。結構かぶりが多いですね、これね。もう一丁。よっ。あ、ゆきちゃんですね、これ。ですね、よし。あと2回ですね。よっ。これはなんで極代行でしたっけ？ですね。SR 出ましたね。よし、ラスト1回です。頼むよ。よいしょ、これは生ハゲかな、ですね。いや、外しちゃいましたね。よいしょ、でこっからが本番ですね。 SSR チケットを使っていきます。これですね。これは SSR 確定ですね。これを使っていきましょう。3回いきますね。まだポイントが1000万なんて溜まってないんで、もう1回 SSR チケットを獲得できるんですが、まだもうちょっと見送りですね。とりあえず3回回していきます。いきましょう。何かいい感じのやつが来るといいですね。よいしょ。かぶっちゃいましたね。これ持ってますね。よし、もう一丁。ラスト2回です。
キュービはもうプラス10にしてありますね、個人的にですけど。よし、これも今回は売っちゃいましょうね。ラスト1回いきましょう。頼む。あ、ここで狛犬来ちゃったか。前々回ぐらいのあれですよね、特攻カードでしたよね。まだまた復刻が来るかもしれないんで、まあ外れではないですね。過去玉地上波進出キャンペーン第1弾ですね。こちらはわがままハイスペックのアニメの関連のものらしいです。で、今回はこのマガ玉を配布するキャンペーンなんかもやるので、こちらも、注目してみてください。今回はこんな感じでした。なかなかフェスゲーム当たらないですね。ご視聴ありがとうございました。